こんにちは。大乱闘スマッシュブラザーズディレクター、ソラの桜井です。Okay, he said he saw a... 何々の使い方シリーズ、前回のセフィロスまでしっかりご覧になられている方は、この周りを見て、おや？と思われるかもしれませんが、今回、私の家での We've returned to my house for solo recording. 前回はスタジオだったんですけどね。新型コロナウイルスの影響で、収録時現在、日本には緊急事態宣言が出ています。日本での1日あたりの新規感染者数はおよそ1000人。これが多いと思うのか少ないと思うのかは、お住まいの地域や国によって異なる影響を受けるかもしれません。しかし少なくとも日本では感染拡大、医療逼迫などが叫ばれている現在です。スタジオに人が集められなくなったため、一人収録に戻ったということです。またスタッフいません。You couldn't see. No one said it. Oh, I'm laughing at your jokes. I you couldn't see the subtitles from the way I put the layout up. It's fine now. I'm so happy. Look at Xenoblade. I need to finish this game. It's such a good game. The music's banging. アシュ生命体であるブレイドとそれと対になるドライバーがいる世界、ブレードであるホムラとそのドライバーになったレックスを中心に進むお話です。Yeah, he's the Uber driver. システムの理解が難しいところもありますが、分かれば奥が深く、また独創性あふれる世界が山ほど楽しめることと思います。制作はモノリスソフトさん。広大な地形を誇るゼノブレード2の開発当時、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドのお手伝いもしていたはずで、どういうふうに決めたのだろうと疑問に思える仕事量ですね。そしてホムラは天の聖杯と呼ばれる伝説のブレイド、真に殺されたレックスに命の半分を分け与え、世界中にある復縁を目指します。 I mean, Cloud's Blade doesn't have a woman persona. 光はホムラの中で封印されていたもう一人の人格というように、こちらのオリジナルでホムラは後から形成されたものです。設定からすでに気になる要素満載ですが、詳しくは原作の本編で。簡単に言えばホムラと光は、ああ、ですね。Virus is sweet one.Pyra, Pyra, Pyra, you don't need to ask me, Pyra! これから私が直接操作しつつ解説します。 I'll just smack me for out of the way. Ooh, I kind of want to get that if I can. 例によって開発中のものなので見た目やバランスが変わるかもしれません。 Might be. Well, I mean, controls are expensive anyway. カメラは開発中のものを使います。また今回のプレゼンはキャラクターボイスを日本語音声で統一します。海外では英語ボイスが実装されますので、ここもご了承ください。Also, I got spoiled of the release date. That's the only thing I got spoiled. 紹介をしておきます。So I know when the release date is. I won't say, but I know what it is. 専用ステージはアルストの。I'll say it's not May. ゼノブレード2の世界、アルストは大半が雲海に沈んでいて、巨神獣と書く巨大な神のしもべ、アルスの上で暮らしている世界です。ステージは、じっちゃんこと青龍の背中の上をモチーフにしています。最序盤に出る、主人公レックスの家でもあり、本編では青龍の姿は大きく変わることとなります。青龍が雲海を進むのですが、遠景には劇中にも出てくるアルスが登場します。アルスは土地や地方でもあります。アバリティア商会、ここは土地というより船ですね。ついてきているのは渦潮、グーラ。グーラ領は自然豊かで基本的な冒険を感じられるところ。インビディア。アルスの体内に広大な土地を持つ。So these are locations you can go to, in the actual game. スペルビア。スペルビア帝国は機械技術が進む軍事国家です。ルクスリア。ルクスリア王国は多くが寒冷地の試される土地。I don't think I've been to a lot of these places. I can't remember where I got to. 包丁があり、マルベーニが勤めています。Well, no, they're just saying like location names. 今、アルスのダイジェストが出たと思いますけど、I've been to Uriah definitely. I don't remember what the world after it is though. 原作登場順に並ぶように、懐かしく感じる人が多いのでは。Oh, okay, they said the same order. Whatever was after Uriah is where I'm at. 登場します。必ずドライバーとブレイドがついになって登場します。ニアとビャッコ、
グーラ出身のドライバーとは表の姿。トラとハナ JS。JS はジェットスパークモードの略です。この意味なんてない。She's an alpha male gamer. メレフとカグツチ。スペルビア帝国の炎の貴公子。ジークとサイカ。ジーク B アルティメットゲーム。いわゆる中二病満載のステージは青龍の気まぐれが大きな特徴です。首の上げ下げによって起伏が生じたり、背景にアルスが出るとこちらによそ見をして地形の広さが変わってしまうこともあります。復帰しようとしている時に振り返ったりすると、Yeah, if you want to play Mega or Battlefield, you just kill the Titan. Oh! ギッチャーンって思わず言っちゃう。よく見ると、振り向き前に首を振ったり、汽笛が鳴ったり、風車の回転が速くなるなどの予兆があります。Okay. レックスの家も閉じてますね。Wait, so if you're on the very, なお、戦場ステージ、終点ステージはこんな形になります。Okay. So it doesn't like drag you back. ギッチャーンで無理やり戦場化すると、ニコゴリのようになりかねないので、こういうオリジナルの台を作っています。I was just thinking that. Like they're just squishing. から下の方も見せておきますね。エンジンみたいなのついていたりして。天板にはこんな感じに模様が入っています。次にファイターの説明です。Oh, yeah. I love the little figures he has at the bottom. Mm-hmm. I really want to get them. They're just really expensive, but one day. ホムラと光がファイターです。なんと主人公であるはずのレックスがファイターではありません。Fuck yeah! I'm so happy it's something too. 俺が参戦するんじゃないの？ん？何か聞こえたような、企画段階ではレックスとホムラ光が2人セットで動いて共闘することも考えましたが、He just comes in だけどこのゲームアイスクライマーのようなシンプルなものでやっと2人動かせるんですよね。このぐらいが限界です。I'm surprised it's pushing boundaries though for them. Because, oh, I guess with 8 player. アイスクライマーもかなり切り詰めてやっと動くのに、Like that makes sense. 2人はファイターの中では最も複雑なデザインなのでは。Yeah, and アイスクライマーは very simple の差。デザインについてはかなりいい造形になってるとは思いますが、原作と少し異なるところがあります。He just zooms in on the tights. Just like, here, they're wearing tights. ストッキング時になってるところ、ギリギリ通るものにしようと何回も何回も作り直して、やっとここに立っています。光はいわゆる多人数戦闘用衣装光のコスチュームになっています。これはかつて本作のスピリッツにおいて新たに書き起こしていただいたデザインです。実は逆移植的にゼノブレード2本編でも使うことができます。Yeah, it's cool, I did that. So if you do a spirit battle, スマブラデラックスにおけるゼルダシークのように下必殺技で I can't remember how it works because Min Min has a spirit as well because she was a spirit before she got added. どちらを先行させるのかは、Oh, that's cool. I like that. 画面で Y ボタンを押すことで切り替えることができます。次にカラーバリエーションについて。Oh, please have the Tanuki outfit. カラーバリエーションも2×8 で16種類。I want the swimsuit outfit and the Tanuki outfit mainly. Like, but the little Tanuki hoodie is cute. I really want it. Like, please, as I'm begging, just the Tanuki outfit. The swimsuit might be good. Oh, that looks nice! Oh, that looks so nice! Okay, that's sick. 4P は猫耳パーツのイメージのホムラとニアイメージの光。Oh, it's based on her cat. Oh, the dark colors is nice. 6P はトリコロール、旅客機のような爽やかなユニフォームです。7P はリアルタイプというとなんだけど、色合いを極端にしてみたわ。8P はゴールド&シルバー、プラチナでもか。特に 3P は相手を惑わす戦略に使えるかもしれないですね。Okay, I like how you can do a different one for each of them. 限らず色が違えば紛らわしくはなるのだけど、下の顔を見ればお顔でバレバレであるということはお伝えしておきます。Like that's nice. 2社の違いは、I'm just sad they didn't have like a proper costume for the hoodie. Because the hoodie's a really nice costume. 運動性能は、I don't know if you've seen it, but it's cool. 普通の歩きもやっぱり光の方が速い。ジャンプのスピードなんかもだいぶ光の方が速いと言います、ね。She even has a higher jump. 同じ時間だったら回数繰り返しできちゃう。
さらに個別の特徴を増す特殊性能が。I'm just worried Pyro won't be that good, but Mithra will be. フレアスマッシュ。もともとパワー型ですが、横スマッシュ攻撃は格別に強くなっています。ダメージも大きいし、よく吹っ飛ぶ。Okay. 当然隙は大きいですが、他人数ランクでラッキーパンチを狙って。You can try spam it. Fuck. 光は因果率予測。回避の出来は本来ならダメージを受ける。Okay, that's nice. 予測を発動させ、ダメージ軽減とわずかなスロー効果が得られる技です。狙って出し続けるのは難しいかもしれないけど、純粋に回避が優遇されて、反撃のチャンスを生むことができる。Okay. I thought that was special. という。ベヨネッタのバッドウィズインと似てますね。Okay. 次に通常技の説明です。ゼルダシークと異なり、通常技の対術は概ね同じです。Are they? が、ここでもスピードとパワーが異なります。Nice、同じ技を使った場合、光の方が素早く出るし、コマラの方が威力が高いです。リーチはコマラの方が少し長いと思いますかね。Okay, her reach is bigger. Okay, that's nice. 比較してみると、技のスピードはかなり異なります、ね。There is a huge difference. こりゃ光を使うでしょうなんて思うかもしれませんが。See, that's what I'm hoping isn't the case. So, like him saying that. 注目してください。Like, I'm hoping it's different. Okay, 6.6. こんなにも違う。Ooh, double power. Okay. コマラを使うしかないよねとか思うかもしれません。攻撃力アップの比率が決まってるわけではなくて、各技ごとに設定されています。もちろん、どちらが強いのかは戦局や戦法、相手の対応プリによります。長所を押し付けてれば強いし、短所を疲れると弱い。ただ、ずっとチェンジしていなくてもデメリットはないので、Because I kind of wanted to stick to Pyro, but I would play Mithra at some point. 弱攻撃は単発で止めるとアッパースイング、連打で100列。ほぼ全ての技がそうですが、ホムラは炎、光は光のイメージを持っています。光が光とな。ダッシュ攻撃、光は素早さで間合いを詰めやすく。ホムラはそのパワーで撃墜をも狙います。Hell yeah. 強攻撃、光のスピードは連打もでき、牽制やお手玉に向きます。ホムラのパワーはダメージソースになりますね。Have you changed them again? They haven't said yet. 特に光の強攻撃下は相手や蓄積ダメージ次第ですが、かなり多くの技がつながりそうです。そしてスマッシュ攻撃、先ほども触れたようにホムラの横スマッシュ攻撃は格別です。製品版では調整されるかもしれませんが、同じ体力ためらしでもこれぐらいの落差があります。Jesus. もう最大ためなら 20% からの減点。Okay, that's wild. うん。落ちて。そう簡単に食らうわけないですけどね。Unless it is. 気をつけましょう。食らわないんかい。じゃあやりますよ。You think he's dead? スマッシュ攻撃は光は連続ヒット、ホムラはだいたい一撃とか単発気味に当たる違いがあります。どちらも前からヒットすることができます。下スマッシュ攻撃は左右同時攻撃。やはり攻撃速度には大きな差がありますね。通常空中攻撃もホムラは単発。光は連続ヒットという差がありますね。Okay. 吹っ飛んだ後のコンボのしやすさなんかも随分異なってくると思います。前空中、後ろ空中、上空中と空中制御にも大きな差がありますから、攻撃の当てやすさなどは光が勝ることと思います。ただやっぱり威力が違います。手数で勝ってもダメージで負けることは少なくないでしょうね。次に下空中攻撃。下空中攻撃は、I was gonna say, oh, okay, nice. 広くて開けやすいですが、okay, I'm happy it's easy to land because all of me is. 追撃にはご注意。崖外への追撃は光の方が早いので追撃しやすいという考え方もありますし、okay. ホムラの方がより吹っ飛ばすので撃墜しやすいという考え方ももちろんあります。つかみにも事実上の落差があります。光の方が素早いため、前を詰めてつかみやすいですね。Okay. 外れても素早ければリスクを抑えられることでしょう。反面、威力はホムラの方が大きいです。
前投げ、後ろ投げ、上投げ、そして下投げと、それぞれ用途に合わせて使い分けていくと良いと思います。 So it's just our specials are different. 特に下投げはどちらでもコンボしやすいですかね。次に必殺技の説明です。下必殺技はチェンジだから通常横、上必殺技の差別ホームランと光で通りです。それぞれ原作の必殺技をモチーフにしています。 Yes. 原作の映像を含めながら紹介したいと思います。 Yeah. ホームランと通常必殺技フレームノバ、剣を周囲に回転させる技です。 Okay, so that's an こちらがスマブラ版、ボタンを長押しして貯めると回転数と威力が上がります。 Okay. 左右同時攻撃なので本戦にも強いし、いわゆるめくりもしやすいです。そしてしっかり貯めれば相手を撃墜できるほどに威力が高い。ジャンプして貯めながら近づくのも有効です。 I feel like that's a better buy left down B. 貯めをキャンセルしたり保持することはできません。 Because it can take a while to charge, but at the same time, like when you hit it, it's like, 地上でもごくわずかに左右移動できます。 Ooh, that's kind of nice. これはおまけ程度ではありますが、シールドされたら相手から少しでも離れることを OK, yeah, I like that. 光の通常必殺技はライトニングバスター、連続で斬撃を繰り出します。スマブラ版は同じように長押しして貯められる連続斬撃です。 OK. ホムラとの大きな違いは前方に集中した攻撃であること。 It looks like it's got a lot of range there. また貯めることでリーチが伸びます。 Yeah. I feel like Pyro Special is going to be better in, like when you're fighting more than one person, but Mithra is better on 1v1s maybe. 一応無敵も生じます。バランス調整中なのでどれだけ有効なのかはまだ未知数ですけどね。 OK. ホムラの横必殺技ブレイズエンド、剣を投げ飛ばし連続ヒットさせます。スマブラ版は It's nice seeing like how it translates from the game to this. スマッシュ入力により飛距離を変えることができます。これスマッシュない版、こっちある版。 OK.スマッシュ入力でも威力は大差ないけど、クリーンヒットとかすってヒットでは結果的にダメージが変わります。 OK, it makes sense. 最大の特徴は剣を投げた後ホムラ本体を操作できること。剣がないため攻撃はできませんが、歩行や走行、ジャンプ、It just means like if you flick it to the right, it will go further right. 剣を受け取るときに突きができるので注意。No, just go slightly further. 使いますが気をつけて、剣を投げているので、上必殺技なので戻ることができません。空中ジャンプ、空中回転、崖が届くのみ使ってください。一応反射もできます。Oh, yikes. 光の横必殺技、フォトメッチ、ワープしながら無数の攻撃を繰り出します。You can use it to block someone. Like, ooh, that looks sick. That looks really fucking bad. Sephiroth's move is similar to the one in the game, but the movement is forward. Fucking hell. Homura to Kotonari. You catch someone like behind you. Like if you move, you might be one. And someone else jumps into the fray. Yeah. Possibly. Like that looks. Oh yeah, you can, like they just got them. If you hit Homura, they are getting more.変身してすぐに使えばいいでしょう。Okay, that's good. 攻撃範囲が広いですが、対処策としては素直に飛び道具で撃破するとか、素直にシールドして攻撃後を狙うのが良い。See, that's the thing. Like Mithra looks like when they got announced, I was like, I feel like I'll prefer playing as Mithra, but at the same time, Pyro is my favorite character, so I wanna. So maybe you only need to hit like a few hits. ホムラの上必殺技、プロミネンスリボルボン、大きな火柱を上げる技です。スマブラ版はジャンプ。They've got this song in the game! Oh, I'm so happy! This is such a banger! もちろん復帰に使う技ですが、吹っ飛ばす威力がだいぶ高いので、撃墜に使うことが不利です。Yeah. 出だし際に切り上げがあり、それはスマッシュ攻撃よりも早く出るので、確実に当てられるなら攻撃としても有効ですね。Oh, I just noticed this could be a bit. もちろん、コンボを狙うのもあります。Sorry about this, guys. This could be a bit better. わずかに前後移動できます。
光の上必殺技パニッシュメントレイ、ジャンプから砲弾を放つ技。スマブラ版は切り上げ上昇後地面に対して砲弾を射撃します。I saw him use. 必殺技上は実は oh, I was gonna say, I swear I saw him use. 上昇中ボタンを押し続けるか連打すると。Okay. レインボーダストは。Hold down or press the button or repeat the レインボーダストは原作ゼノブレードツリーガンの本です。黄金の国イーラにおいて登場した必殺技ですね。パニッシュメントレイは強い弾を一発。レインボーダストは扇状に弾を5発。So it's more like one's better for. 基礎紙に使うならパニッシュメントレイの方が飛距離はあります。直接のダメージソースにするならレインボーダストの根元ヒットの方が上回るかも。より多くの弾を当てられる場合ですけどね。Your King Lily just forgot how to jump. それぞれ反射をすることができます。レインボーダストは跳ね返したそれぞれの弾が光方向に返っていきます。そして散々出ていますが、下必殺技はチェンジです。正確には光チェンジ、炎チェンジと言います。That's a long name. 高速切り替え可能です。変身時、わずかに無敵が発生するので、oh, that's so nice. 回避のように使えないこともないです。Especially if you're playing as Pyra, because you could probably like switch, come out the attack, and then like just quickly attack back. 最後の切り札も炎と光で異なります。ホムラの切り札はバーニングソード。謎の着地。これをスマブラ流にするとこうなります。謎の着地も再現。続いて光のはセイクリッドアロー。これがスマブラ版です。簡単に分別すればバーニングソードは撃墜重視、セークリッドアローはダメージ重視です、okay. まず最初の斬撃で相手を3人まで巻き込みます。レックスが発動していますね。最初の斬撃に当たらずとも発動できればそれぞれ第三者を巻き込むことができます。I was gonna say, this is a wide range. I will admit that both have their own separate smash abilities. Use one smash, then switch the other one. I feel like, I was gonna say, I don't think I'd do that. Like, probably, well, that depends because, like, it would be way slower to charge up, is the thing.戦局によって炎を切り替えて利点を押し付ける運用をすればいいと。逆に欠点が引き立たない。Like, because the thing is, you could use two one after the other, but I think that's it. 使い方としては、序盤で光を使って相手のダメージをため、ホムラでとどめを刺す。Yeah, true. 余裕があるときはホムラで、ピンチのときには光で撹乱する方法。最初から最後までホムラを使ったり、光を使ったり、通す方法もあります。I'm just a big fan of Pyro. このような運用になるのではという予想はあるのですが、それを上回っていろんなことをしてくれることに期待しています。楽しんでください。Wait, what's that? 私はどちらかというとホムラの方が好きかな。Hey, Sakurai's a man of taste! Ah! Sure you are! Yeah, I see you! I see you, Sakurai! He's a man of culture! Nah, he'll just look at his wife and go, even better. Hahaha!まず登場シーン。Oh, he just says hello. Oh, he just yeets the sword. 発動時に上切り下切りの違いがあります。He's literally like a coat rack. He just yeets the sword to him, and that's it. And then bye. ウェアピール。レックスがやることは同じですが、ホムラと光が接する態度が少し違います。Ah.勝利画面でも登場します。ホムラと光で3つずつの勝利。Okay, I like how. ずつ出ています。I like how they have two each. ちなみにホムラと光は試合終了時の姿が勝利画面に含まれます。That looks sick. なお、ファイターパスボロワンを買うとレックスのリーダーコスチュームがもらえますので、こちらも改めてお知らせしておきます。ファイターパス2ではなく、okay. 1です。カービィコピーも。Oh, look at Kirby! Oh!
What was the DLC stuff? So basically, you get Rex's Mii costume in the first fight, pass on the second one. I didn't know Kirby's moves were stronger when he uses them. I honestly didn't know that. 40%? Fucking hell. 47? それでは一通り説明しましたので、実戦に移りたいと思います。So yeah, I told you 20 minutes of him just playing by himself in a corner. はい、今回は団体戦で行ってみようと思います。I know. 相手は参戦ムービーでホムラをいじめていた3人組。I forgot Squad Strike was a game mode. こっちも3人ってことになりますけど。そんなにか。No, I think it's a local one. It's a local one. ホムラ光をプレゼンしないとしょうがないですからね。Yeah, it's like a whenever you lose a life, you change character.Whenever you lose a life, you change character. And I think it's local only. It would be nice if they had it online. I was gonna say, because he always wins, it'd be kind of funny if it's just really awkward. He's like, oh, I guess I lost that one. ハモンは飛び道具入ってしまった。こうやって固めてきます。Oh, that goes through the stage. Nice. これ撃っちゃおうかな。Oh, Pyra's got a gun. He's doing it now. Look at him switching it in now like a boss. これは差し合いでは負けちゃうよ。あと蓄積ダメージ 100% だから、もう。ほとんど食らえないね。でも必殺技はちゃんと。I need to keep spamming the specials to win。これキャリア付きだね、さては。おっとこっちに来た。危ない危ない。いいと。I was waiting for this。これ相手がゼロだから。どちらかというと光でダメージ重視にしたい。そりゃようこそですね。Yeah, what does this do? How nice of you to stop by。6%体も強いしな。49, 43. Oh, more special. I'll spam them if I have to. So, yeah, why you? Kuchimo, Chimo. So, yeah, Konayone, Konayone. No, she's about to. You're about to get the final smash again. You're about to lay into this B.決まったらね。今だ。うわあ、今だ。ああ、イメス。かわしてる。あざつい、ワイフィー loses。よ、サクラ、I know you can't. You made this game. He's playing for the crowd. He's entertaining. He's an entertainer. There you go. What a guy.What an absolute beast, he won. Look at him. はい、無事に勝つことができました。ちなみに CP レベルは8ですね。はい、お疲れ様でした。Just a little flex, by the way. Just like, hey, yo, that was a level 8 CPs. 次に音楽です。サウンドはゼノブレードシリーズという。I'm hoping they have some X songs as well. されている音楽と合わせられます。追加される楽曲は X had the same composer as Attack on Titan. That'd be nice. ゼノブレード2の曲は最初から3曲入っていたので計19曲。You will call our names. Hey, that's a good one. 27曲になります。ガウル平原でも使うことができますが、
これを機にガウル平原では初代ゼノブレードの曲が、アルストの雲海ではゼノブレード2の曲が主体で、俺曲に設定されるようになりました。Okay, so that's nice. アップデートの際、俺曲セレクトの確率が変わっていることと思いますので、好きな曲を再調整していただければ幸いです。Okay. What am I changing for? なお、okay. 勝利ファンファーレは戦闘曲から織り込んでいます。Oh. 特典のスピリッツボードも入っています。A special spirit board? 実はもともとレックス、ニア、トラ、ハラジェス、okay, nice. メレフ、ジークのスピリッツは製品版に実装しています。ただし、BGM をゼノブレード2のものに変えています。I don't know who they are now. また、ハラジェスは実は召喚で得られるスピリットだったので、お題なかったんですね。それ、新たに戦えるようにしています。新たに足されたのは、シン、レツ、ラウラ、マルベーニーと、ああ、I know who they are. モザイクがかかっているのは、原作の終盤に出てきます。スマブラをきっかけに原作を遊ぶという人も割と多いですから隠してみました。Okay, that's nice. 大事なキャラなのに公式アートは存在しないみたいなんですよね。でもこのスピリッツにはなぜか絵があります。これは本作のために原作のキャラクターデザインを務められた斉藤正嗣さんが書き下ろし、オノリソフトさんが仕上げてくださっています。尊いっていうのはこういうことを言うんですかね。感謝しています。それとレックスをレベル99にするとマスタードライバー状態のレックスに超過できるようになります。これも終盤の展開を含むので念のために It's nice of them to like, I felt like they could have not mentioned it as well, but it's nice of them to like hide it. Oh, okay, who we getting? What spicy ass me costumes we getting? Fans girl version Papyrus, let's go! I just want Papyrus so we can get Bone Trues on Smash. It's such a banging song. Oh, it's a new Monster Hunter one. You're a Rathalos? Oh shit, you've got the... Oh! These were in Smash 4, so they're finally adding them again. The Rathalos armor always looks sick. The what, sorry? The Rathalos armor, this one. It's a cute little hat. I do like that hat. Ghosts and goblins. Don't know who he is, but that's a nice like sword fighter skin. You're gonna make these Miis to reflect. Oh wait, was that it? Really? Oh, which is my monster. That's a really small wave. Okay. I like monsters. I'm putting it in. Off you guys. I was expecting a bit more Mii costumes. I'm not gonna lie. Cause that's like not that many. Because. なぜかここに来て。カプコン祭ゆかりのものが増えましたが、これはモンスターハンターライズの発売が近いです。Monster Hunter Rise の発売が近いです。Makes sense. ゲーム内でリオレウスとも戦わすことが可能です。I'm just surprised they didn't make another Xenoblade one. そして肝心の配信日についてです。Alright, this is what I know. 3月5日に配信予定。Oh wait, later today! I thought it was tomorrow! であればそのまんま受け取り可能、単体でも購入可能です。I heard tomorrow! 最後に余談です。すでに参戦ムービーが公開されていますよね。I did! It was very enjoyable! ご覧いただけましたでしょうか? I was there, Sakurai! 今回の参戦ムービーはスマブラ4から始まっている。今までの参戦ムービーとは全く異なるところがあります。それは何でしょう? 実は唯一私が考えていないムービーなんですね。参戦ムービーはいつも私が台本を書くところからスタートします。Okay, that's interesting. その土台に CG 会社さんやアニメ会社さんと組んで作ることが多いのですが、今回の CG パートは最初の構成からモノリスソフトさんに一任しています。That's cute. ゼノブレード2をプレイしたとき、その実機ムービーの質素量、そして完成度に驚きました。そしてモノリスソフトさんに委ねるのが何よりであろうと考えています。I wonder what it would have been like if he did. 原作のリソースも豊富で、原作とのつながりも深く
良いものができたと思っています。 Like he just would have killed Mario. That's the only difference. Like, Sakurai would have been like, alright, who kills Mario? Pyro's gonna kill Mario, Mithra's gonna kill Luigi. And then they rip out the envelope out of their chest. Pyro just grabs Mario by the throat. He just put her hand down his throat, rips out the envelope. I'm joining Smash now. That's how she gets the Smash Meter filled up. And she just, he just rips out Mario's uvula. So, when's it coming out? Later tonight or tomorrow? Yeah, I really like the official statues. He starts like rubbing them in the way. What are you doing? Oh, that's nice.立体物は必ずしもゲーム設定通りに作られているわけではないのですが、何らかのヒントになることもあります。Okay, you're into that. Alright, Sakurai, I didn't think you were into you that kind of dude, but alright, I see. 念のために、Omar Shiroi。隠していたりもしましたが、何より今はもうオフィスには帰れない状況ですね。We just found out today that Sakurai likes feet. 頑張っていきたいと思います。そしていよいよスマブラスペシャルのダウンロードコンテンツもあと2体です。こういう何々の使い方を放送する機会もあと2回しかないです。次回をお楽しみに。Is this the last DLC or did they bring it out? 次こそは。From what it seems like it's going to be. いいですね。それでは次回お会いしましょう。Especially since he said that, I think it's they're not going to do any more. Part of me thought they might do another one afterwards, though. Just because, I was just skipping forward a bit, because, like, there's still 5 minutes. It's just, like... Yeah, for some reason it's 5 minutes long, but it's just nothing. Wait, I thought... Was this live? It was live originally, yeah. Maybe it's that, like, 5 minute countdown. So, I think that there isn't going to be any more, especially because he said there's only two more times, so I feel like he's tempering expectations now by saying this. Because I was partially thinking, because like, with how many characters there are in this fighter pass, right? If they had three more fighter passes, they would have 100 characters. And I could totally see them, like, going up to that. Just because, like, you know, it's Smash Ultimate, they want to make it the best ever Smash game. Like, it's already gone above and beyond. But I wouldn't be surprised if they went, okay, we want to get to 100 characters and did three more. Because having Pyro and Mithra made the number 81. They made character 79 and character 80. So then the last two, 81 and 82. So if they don't have any more characters like Pyro and Mithra, with three passes, they'd get up to 100. And if they did, they would be more than 100. But yeah, that'd be the trailer.